キランウは、ヒソカキランウ族の多年草、道端などに生える雑草。別名、地獄の釜の蓋とも呼ばれる。和名キランウの由来は、諸説あり、はっきりしない。一説には、ランに似た紫色の花を意味する、シランウが点火したものとする説。また、木は、紫の古語、ランは藍色を意味するところから、花色から、紫藍色に由来するという説。 茎を地面に伸ばして群生する様から、織物の金卵に見立てて、金卵草をと名付けたとする説などがある。別名で、地獄の釜の蓋という呼び名もあるが、これは、熱生葉が地面に張り付くように放射状に広がる様が、地獄の釜の蓋に見立てられたもので、様々な病気に対して、薬草としての効能から医者がいらず、これで地獄に落ちないで済むという意味や、病気を治して、 地獄の釜に蓋をするという意味が由来だと言われている。また、医者が必要ないというところから、医者殺しの異名もある。地方により、医者いらず、医者泣かし、おどげ草、七草、ちりめん草などの方言名でも呼ばれている。官名では、キラン草という。金草とは、刀傷のことで、キラン草の葉を潰して、傷に塗ると、 切り傷や腫れ物に紅葉があることから名付けられたものである。中春を表す季語にもなっている。花言葉はあなたを待っています。追憶の日々、健康はあなたにである。原産は日本在来とされ、日本の本州、四国、九州や朝鮮半島、中国に分布する。草地や土手、丘陵地など、特に背丈の低いところに生え、山里、道端、公園、 などでよく見られる。日当たりがよく、排水が良い土地を好む性質で、石垣の間やその下の地面に這うように広がっている。一年中見られる多年生の総本で全体に縮れた荒い毛が多い。草丈は2から20センチメートルで、茎は直立せず、四方に分子して草全体がロゼット状に地表に張って円盤状の形になる。 ランナーのような家系を出し地表を這うが、節から根を出さない。ひそかでは珍しく、茎の断面がマリー。葉は耐性し、基部のものでは、長さ4から6センチメートル、幅1から2センチメートルで、皮心型から等を肥心型で、先端側が幅広く、基部は次第に狭くなる。また葉の縁には、葉状の荒い巨子がある。表面は、新緑で、艶があり、 里面は通常紫色を帯びる。株元の葉は放射状に地面についている。花は春から初夏、茎の先端近くの葉の付け根に小紫色の小花を数個付ける。花は、径5から10ミリメートルの神経花で、上下二つに分かれた上唇は、下唇よりもごく小さい。下唇は平らに大きく発達して散列して大きく広がり、 特に中央の列片が長く突き出し、先端は切れたようにまっすぐで、中央が切れ込んだようになって浅くに列する。上唇の花びらは二つに裂けている。日当たりの良い場所では、陶器に開花することがある。額は深くご列して、毛がある。果実は、文化で、長さ1.5ミ、mm、リメートルほどの休憩で、一つの花の宿あり額の中で4個に分かれていて、脱落しやすい。 分けかは、緑褐色をした東卵型で、丸みがあり、表面ははっきり目立つデコボコした網目模様が厚き、覆面には大きめの楕円型をした着点が付く。種子で増えるほか、株が分かれて繁殖する。開花機能前層を乾燥したものは、筋骨層と呼ばれる木薬である。漢方では使われない。高血圧、腎外、砂、泡、下熱、犬衣、下痢止め。 切り傷などに効果があるとされるが、民間薬的なものである。4月頃に全僧を採取して、水洗い後に、天日乾燥して調整される。薬効は修練作用があり、夏季に全僧を採取して栄養についている土砂を洗い落とし、天日乾燥させたものを使うか、生でも使用される。高血圧、下熱、下痢止めには、乾燥品追日治療後から7グラムを、 水 300cc で半量になるまでとろびで煎じるか、ついた治療 15g を 500cc の水で煎した汁を1日3回分布する用法が知られている。苦味が強い。漆かぶれには、ム液を塗る。また、火傷、切り傷、毒虫の死傷、汗もなどに、商用汁を直接つける用法が知られている。腫れ物、打撲には、火で炙って柔らかくなった早茎を、 紙に広げて貼り付ける。ありがとうございます。